どうも皆さんこんにちは、アキラです。今回はですね、予算10万円で動画を始めるなら何を使えばいいのかっていうのをやっていきたいなというふうに思います。早速ね、ちょっと結論として僕が用意したものがこちらになっております。この3つのうちどれかを使えばいいんじゃないかなというふうに思っています。1つ目がこの DJI Osmo Pocket 3、そして DJI Osmo Action 4、そしてこれちょっと3なんですけど Action 4で、最後がソニーの ZV-1 Mark II。 このね3つのうちどれかを買えば、まあまあほとんどの人が、まあ、動画ね有意義に始めれるんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。ってことで、それぞれどんな人に向いてて、どういうメリットデメリットっていうのがあるのかっていうのを詳しく見ていきたいんですけど、その前にまずそもそもビデオカメラを買うメリットから紹介してもいいですか。もうスマホ十分じゃないですか。これ僕 iPhone 15 Pro 使ってますけど、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。でもね、もっともっとね、スマホではなくてね、ビデオカメラでね撮影するメリットっていうのもたくさんあるんですね。そこからまず話していきたいんですけど、まずは1個がもう何よりもスマホじゃないっていうのがメリットです。はい、これねどういうことかっていうと、こういうカメラっていうのは通知も来なかったりとか、別に調べ物もできないわけですよ。こういうね iPhone とかで撮影している時に電話が来てしまうとか、通知が来てしまうとか、調べ物ができないとか、バッテリーが減ってしまうとか、そういう問題がねやっぱりどうしても発生してしまうんですよね。で、あとはねやっぱりこういうバッテリーが存在するっていうところですね。これ ZV-1 Mark II のバッテリーなんですけど、基本的にスマホっていうのはバッテリー交換ができません。これは本体にバッテリー内蔵なので、ここにね充電を供給していくしかないんですよね。でもこういったカメラっていうのはバッテリー交換できるので、ある種長時間撮れるし、別にねサクッと、違うシーンでね切り替えて撮っていくっていうこともできたりしますね。で、あとはね正直今のところまだねスマホよりも高画質で撮れるっていうのも、メリットかなっていうふうに思っております。この Osmo Pocket 3で撮ったこの動画見てみてください。これね1インチセンサーっていうね iPhone よりもね大きなセンサーで撮ってるんですよ。だからこれだけ綺麗なね、映像が撮れたりしますし、こういう GoPro、そもそもね、水の中に持っていくことができますと。僕もねセブ島で泳いでる時にこれを使って撮影したりとかしました。これは iPhone じゃできませんよね。そういったところもやっぱりあるかなっていうふうに思うし、そして何よりも今回紹介するこの3つ、これら全部はですね、最新の iPhone Pro シリーズよりも安いです。そこが一番決め手かなというふうに思っております。まあ、これらを踏まえた時に、まあ、まだまだ正直ビデオカメラ、まあ、こういうカメラっていうのは買っていくメリットは僕はたくさんあるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、それをね前提とした上で、まあ、予算感10万円ぐらいで、じゃあ動画制作をね始めたいよとか、動画をねもっと綺麗に撮りたいよ、動画撮影を楽しみたいよっていう方にこれを使ったらすごくいいんじゃないのっていうのを3つね今からね紹介していけたらなというふうに思っております。結構いい動画なんじゃないですかこれは。ってことでね、早速やっていきたいなというふうに思います。ではですね、皆さん1つ目いきたいと思います。それがこいつですね。はい、 DJI Osmo Pocket 3です。こんな感じのねカメラになっております。ここに背面液晶がね2インチかなのすごい大きな液晶で、これね僕も詳しくはねレビュー動画出てるんでね、これも見てもらえたらなというふうに思うんですけれども、これはねもうめちゃめちゃ神カメラですよ。ほんまに僕2023年一番出会えてよかったカメラです。これがめっちゃすごい。まあ、サクッとねこのカメラについてね、どういったものかを紹介していくと、こんな感じになっております。1インチセンサーっていうねセンサーを積んでいて、この1インチっていうのはこういうねコンパクトカメラの中でもすごい大きなセンサーをね搭載してるんですね。このカメラのセンサーっていうのは大きければ大きいほど画質がやっぱ綺麗になってきたり、暗いところでの撮影が強くなったりとか、あと背景がぼけやすくなったりするんですよね。基本的にこの iPhone のねセンサーとかよりも1インチっていうのはすごくねはるかに大きなサイズになってるので、やっぱりスマホよりはね断然綺麗な、映像が撮れるっていうのが特徴になっていますと。で、回転式のね2インチスクリーンなので、非常にねこう高精細で、大きなディスプレイで動画のね撮影をね、することができますと。で、全画素高速フォーカスで、ピントっていう概念がねこのカメラにはあるんですけど、フォーカスのね合う速さがめちゃめちゃ速い。そして、D-Log M っていうね、ログの撮影にも対応していたりとか、あとはねやっぱこの三軸のスタビライザーですよね。こんな感じで全然ブレない、このねスタビライズがあるので、ブレずにね、はい、撮影を、ね、することができるみたいな、ここも非常にねいいところですね。で、このレンズ自体がですね 20mm の F2 のレンズをついてるんで、自撮りがねすごくしやすいレンズになっておりますね。はい、実際にねこんぐらいのね、はい、自撮り感になるんですけれども、はい、全然ねめちゃめちゃ綺麗に撮れてるんじゃないかなというふうに思います。で、しかもねこのカメラのすごいところはこんな感じで、はい、フォーカスの速さがすごく速い。こんな感じ、めちゃめちゃ綺麗でしょ。で、プラスで背景ボケてますよね、こんなに。はい、で、フォーカスめちゃ速い。
これはね、なかなかすごいですよ、マジで。こんなカメラなかなかないから、このコンパクトさでこんな綺麗なカメラはほんまになかなかないんじゃないかなと思います。で、クリエイターズコンボっていうものをね、買えばね、15mm に、ね、なるもっとね、広角で使えるレンズフィルターが入っていたりとか、あとはね、こういう DJI マイク2っていうね、マイクがもうこれすぐにね、遠隔でワイヤレスでね、つなげることができるこのマイクがあるんですけど、これで撮影をするとこんな感じでめちゃめちゃ音がね、綺麗に収録をね、することができます。僕がほんまにいろいろ歩き回りながらね、撮影をしていても音が綺麗に撮れるんで、こういうねマイクを使うこともできるし、内蔵のねカメラのマイクを使うこともできます。もうこのオズモポケット3はほんまに欠点が少ないね、超完璧なねカメラになってるんですけれども、まあ、ここからね僕なりのメリットデメリットをねしっかりとお伝えしていきたいんですが、まず何よりもいいところはもう画質が綺麗っていうところですね。もうここにつけるほんまに綺麗、最大 4K120 フレームの撮影ができて、10ビットっていうね色情報でね撮ることができるんですよね。まあ、僕もこれセブ島とかでね連れて行ってね、非常にいろんなこう動画を撮ってみたんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですよね。こういった綺麗な映像っていうのがこんなに小さなカメラで撮れるっていうのは本当にね革命的なことなんじゃないかなというふうに思います。で、一応ね伝統のズームとかもねできたりするんで、解像度も高くてね2倍ぐらいのズームはねできたりするんで、そういったところもね、すごく使い勝手としてはいいですね。で、あとは ND フィルターっていうものもね別売りで打てたりするんで、そういったものを使えば、まあ、フリッカーとかは、解除できるし、まあ、ちょっとパラパラとした映像っていうのは防げたりすることができます。で、あとねやっぱり美肌補正モードとかあったり、アクティブトラックっていうものに対応してるんで、本当にねこう被写体にこう追従した撮影ができるっていうのも、このねカメラのめちゃめちゃいいところですね。まあ Vlog カムとしてすごくね優秀っていうのはもちろんなんですけど、映像作品もちゃんと作れちゃうような、そういったねカメラかなというふうに思います。あ、で、あとねこのマイク DJI マイク2を使えば32ビットフロート収録にも対応するんですね。なので絶対に音が割れないようなね、めちゃくちゃ綺麗な音質でね収録することもできるっていうものがあるんですよ。もう本当に至れり尽くせりのねものになっていて、でしかも最近のアップデートでこのマイクで収録しているんだけれども、こっちの本体での録音も同時にできるみたいな、でそれをトラックごとに分けることができるんで、使いたい音を使うみたいなこともできるっていうのが非常にね、僕はすごくこのねカメラのいいところかなというふうに思っています。で、逆にデメリットをご紹介していくとすると、ジンバル一体型のカメラなので扱うのに気を使うっていうのは非常にあるかなと思います。やっぱすごいね繊細なカメラなので、あんまりこうガンガン振り回したりとかガンガン使うっていうことはなかなかできないですよね。あとはこれ電源を切った時とかにもこうカメラ自体が収納されるんですよ、こんな感じで。でもここのねどうしてもやっぱこういったところのこのモーター部分とかがやっぱちょっと怖いんで、しっかりとねこういうケースにね、入れておかないと、まあ、ちょっとやっぱこの辺のねジンバルのらへんが怖いかなっていうのはまああったりはしますね。で、あとはやっぱこうカメラのジンバルの駆動範囲っていうのがやっぱあるので、これを越す撮影っていうのができないかな。なのでちょっとこうガンって振りたい時とかにはこうカメラがやっぱついてこないっていうのもあるんで、やっぱ俊敏なものにはちょっと、弱いのかなっていうのはありますね。あとちょっとね外部マイクが使いにくいっていうのはあります。このね DJI マイクも使えるし、内蔵のねマイクは使えるんですけど、ちょっとこうガンマイクを使いたいとか、2チャンネル入るワイヤレスピンマイクを使いたいってなった時に、ちょっとね使うとしてもこの USB-C が底面にあったりするんで、そこから拡張のねものを挿したりしないといけないんで、その辺がねちょっとやや物足りないかなっていうのはあるかなと思います。まあ、結構荒探しのようなデメリットという風になっております。ほんまにねデメリットっていうデメリットはないんで、マジでね、まあ、10万円でね動画始めたいっていう方は正直ね今はこれかなっていう風に思うんですけれども、このね DJI Osmo Pocket 3っていうのはめちゃめちゃおすすめだし、めちゃめちゃ画質がね綺麗なものになっています。というわけでですね、続いてがですねこちらですね、 DJI Osmo Action 4になっております。これごめんなさい、ちょっと3なんですけれども、まあ、一応ね今はね4をおすすめしたいかなと思います。ただ別に3でいいと思います。3でも完成してます。4の違いねめっちゃあるわけではないんで、僕は別にねどっちでもいいかなと、まあ僕は3を持ってますっていうので、あくまでおすすめは4だけど、まあ3をねちょっと紹介しつつって感じかな。で、一応ねスペックも4のねものをね紹介させていただくんですけれども、こんな感じですね。センサーは 1.3 分の1センサーで10ビット D6 が使えますと、ログ撮影ができますね。で、最大 4K120 フレーム、まあこれねアクション3も一緒ですね、が使えて、360度ホリゾンステディ、まあどれだけ傾いても水平を維持してくれるみたいな、そういう補正が使えたりしますと。で、防水ケースなしでも17メートルの防水耐性があるという感じですね。で、この Vlog コンボっていうものを購入していくとちょっとね値段も上がるんですけど、同様に DJI マイクっていうのが付属したりするんで、音声をね綺麗に撮れる
ようなキットがあったりとか、なんかね、このアクション4とかアクション3って公式サイト見ると分かるんですけど、めちゃめちゃいろんなコンボがあるんですよね。そのシーンの撮影に適したこうセットをね、いろいろと販売をねしてくれてるんで、そこからね自分がこう適したものをね選ぶっていうのがすごく、いいんじゃないかなと思います。で、この3とのね違いっていうところになってくるんですけれども、アクション4の方が、やっぱりね画質が綺麗になってるんですね。センサーの大きさが大きくなって、この3は1.7分の1センサーかな、はい、ちょっとやっぱちっちゃいんで暗いところが弱かったんですよ。で、もすごく改善されているし、このアクション3は動画のファイル分割っていうのがすごくややこしくてですね、長く動画を撮ってるとファイルが分割されて保存しちゃうんですね。これが1ファイルの記録サイズ制限がだいたい 4GB ぐらい、4ギガもないぐらいかな、 3.8GB とかやったかなっていうぐらいのファイルがバラバラになっちゃうんですよ、ファイルが大きくなると。っていうのが、アクション4とか、このね、オズモポケット3はちょっと改善されていて、まあ、1ファイル 17GB くらいまでに拡張されています。まあ、分割はされるんですけど、分割の多さが減った。っていう感じかな、1ファイルの大きさが増えたっていうような感じになっています。まあ、違いは言うてそれぐらいなんで、それが許容できる方はね、全然3をね買うのもありやと思います。で、まあこのアクションシリーズはね、ほんまにね素晴らしくてですね、まあ、実際にね撮れた映像ってこんな感じなんですけれども、めちゃめちゃいい感じでしょう。これをね僕はね、まあ、セブ島とかに僕持って行ったりして使ったりとか、まあ、石垣島とかでもねたくさん使用していたんですけれども、まあこれぐらい高解像で綺麗なね映像が撮れるようなものになっておりますと。まあ、このアクション3はね、基本的にマグネットでのねシステムになっているんで、こんな感じで取り付けがですね、はい、非常に楽なんですよね。こんな感じで自撮りするとかも全然できるし、いろんなね撮影ができますね。で、このね取り外しもすごくシームレスで簡単なものになっております。で、この DJI Osmo Action 4のメリットっていうものをちょっと皆さんに紹介していきたいと思うんですけれども、まずはね起動の速さですね。ちょっとねこのアクション3でここにレックボタンがあるんですけど、ちょっとレックボタンを押してみますね。いきます、せーの、押しました。はい、でついて、ですぐ、はい、始まりました。まあ、こんな感じでですね、めちゃめちゃねすぐにねシームレスに記録をね早く撮影してくれるみたいなものになっています。なんでやっぱりこう電源切れている状態からでもこう電源をね入れてすぐに撮影をねすることができるんで、これがねやっぱアクションカメラらしい非常に機動力のあるものになっているかなというふうに思いました。で、やっぱりなんといっても耐久性能がすごいんですよ。防水でね何メートルもね水深行けたりするし、もうこれ自体が完全防水、ハウジングもいらない状態なんで、もうこれさえあれば何でも撮れちゃうんですよ。僕セブ島でジンベエザメをね撮りたいなと思って一緒に潜って、僕これ素手でこうやって撮ってましたからね、何も棒とかにも何もつけんとも、僕これ素手で持ってこうやってうわっつって泳ぎながらジンベエザメ撮ってたんですけど、まあ本来はねこれをなくさないように棒とかつけてもらいたいところであるんですけど、僕はもうこのまま行って撮ってきたりとかしたし、なんかほんまにもう自分が突っ込んでいけるようなところとかではすごくねこれが一個あると本当に臨場感などね撮影がねできるんじゃないかなというふうに思いますね。で、あとはねやっぱりこういうアクションシリーズの良さっていうのはもうマウントなんですよ。いろんなマウントに取り付けて撮影できるっていうのがやっぱもう一番いいんですよね。例えばカーマウントで車に取り付けてあげるとか、こういう風なねスティックをね使って超長い自撮りをしてあげるとか、僕これ海中で海とかでやってたけど、めちゃめちゃねこういう絵ってすごいおもろいじゃないですか、とかもできるし、まあそれこそハウジングをつけてもっと海底まで潜っていくこともできたりするし、これをね一滴とかでよくあるさ、こういう頭に取り付けて見てあげることもできたりとか、ここにもねつけてやってあげることもできるし、はたまたバイクとかツーリングのねこうシーンとかで使うこともできたりとか、ペットとかにもつけたりとかね、そういうこともできたりするんで、やっぱそのマウントに本当にいろいろと取り付けれるっていうのがこのね良さだと思うんですよ。で、あとねこのオズモポケット3に比べてフォーカスっていう概念が一応こっちはないんですよね。もう基本パンフォーカスって呼ばれる、もう全部にピント合わせるから、こうピントが合ってる合ってないとかっていう概念がほぼないんですよ。まあそれはそれで逆にね良くて、もうとりあえず撮っておけば全部綺麗に写ってるみたいな感じになるっていうのも、まあ一個メリットっちゃメリットかなっていうふうに僕は思いますね。で、あとはね一応内蔵マイクのね指向性も変えれたりとかはするし、で一応ね本体が USB-C なんで、ここからねマイクとかを接続すれば他のねマイクも使うことは一応可能だったりはしますね。で、逆にねこのアクションカメラのデメリットをねお伝えするとしたら、1個がね熱停止ですね。熱停止がやっぱ起きやすいんですよね。まあ、結構改善されてるんですよ、アクション4とかは結構改善されてるんですけど、普通のカメラに比べたらやっぱ熱がこもりやすいね設計なのかなと思いますね。 GoPro とか特に結構熱停止がひどいみたいですね。で、あとねもう広角しか撮れないっていうところがデメリットかなと思ってます。はい、
このね、あのポケット3はね、やっぱズームがね操作でできたりするし、こっちの ZV-1 Mark II もズームができるんですけど、アクション3、アクション4はズームができないんで、もう広角しか撮れないんですよね。そこがやっぱ動画の表現としては、まあ、正直やっぱねしんどいっていうのはあるんじゃないかなと思います。まあ、僕はねアドベンチャーコンボっていうものを買ったんで、こういったね、グリップもついていたりとか、あとはねこういうバッテリーがね、こんな感じで予備バッテリーをね収納して、でここのね横からタイプ C でね一気に充電することもできるみたいな、こういうケースもあったりとかで、非常にねこうバッテリーの運用とかはめちゃめちゃ楽ですかね。であとさっきも言ったね、このオズモアクション3の場合はファイル分割がねめちゃめちゃ分割されちゃうので、そこがねデメリットにはなってます。4はこのねオズモポケット3と同じぐらいになってるんで、まあ一緒かなと思います。まああと良さとしてはこれね一番安いんで、はい、この中の中では一番ボディ価格が安いんで、すごくね買いやすいものかなっていうのは、あるんじゃないかなというふうに思います。というわけで皆さん、最後がですねこちらですね、ソニー ZV-1 Mark II になっております。そういえば僕新しいねアキアミニっていうねチャンネルを作って、もうこれをね買いに行った Vlog も出してるんですけど、ぜひねこちらもチャンネル登録してみてください。こっちのチャンネルではね、もっともっとこう緩くね、いろんな幅広くね、もっとこう僕のなのパーソナリティとかプライベートとかも映しつつ、たくさんね撮っていきたいなと思ってるんで、ぜひねこちらもチェックしてもらいたいんですけど、最近これ買いました ZV-1 Mark II ですね。このカメラもめちゃめちゃいいんですよね。スペックちょっと軽く見ていきたいと思います。これもね同じ1インチセンサーになっています。このねオズモポケット3と同じセンサーサイズかなになっていますと。で焦点距離が 18mm50mm の F1.8 から F4 ですね。これ換算の値になっておりますと。でこれ電動でのねズームに対応していたりとか、ND フィルターを搭載しておりますと。でやっぱりこのソニーのねアルファシリーズっていうカメラ、今もね使ってるのアルファなんですけど、こうそこから継承しているこの高速なオートフォーカスとか高画質っていうのを、実現したカメラになっています。でマイクの指向性が変われたりとか、タッチディスプレイをね搭載していたりとか、結構性能が詰まったカメラが、一応 Vlog カメとして展開されているモデルですね。 ZV-1 の、まあ、一応後継機 Mark II というようなモデルになっております。でこれね今僕撮影時点の価格になるんですけれども、 Amazon で 96,764 円っていう風に、まあ、ボディだけの価格になっております。僕はねソニーストアでね買っていて、まあ、ちょっと自分がソニーのねプロサポート会員っていうので、ちょっと割引があったりとか、まあ、あとはソニーストアで買うと保証がね伸びるんですよね。なのでそういったところで僕はソニーストアでちょっと高いんですけど、そっちで買っているというような形になっております。ってことでね、このカメラのね良さっていうものをね皆さんに紹介していきたいんですけど、やっぱりね動画の画質にね深みが増します。まあ、こっちのねオズモポケット3もねかなり一緒ぐらいね深いんですけど、やっぱねちゃんとカメラでね撮ってるなっていうのが分かる質感になってるんですよね。であとはね何よりも今回紹介したカメラの中で一番ズーム側で強いんですよね。こうズームした撮影ができるので、やっぱりですねちょっとこう表現が変わってきて、ズームをすることでちょっとね背景を圧縮して撮影ができたりするみたいな感じになっていますと。であとはただねログ撮影が積まれているだけじゃなくて、いろんなカラーのプロファイルっていうのを積んでいます。それがまあクリエイティブルックとかになってくるし、まあ、あとは自分でねこうカラーのこう設定をねいろいろと設定していくこともできたりするっていう、そこがなんかねやっぱこう初心者の方とか動画始めたい方にはすごくいいのかなと思います。まあそのシネマティック Vlog モードっていうのもあるので、本当にね別にカラーグレーディングをしなくても非常にねこう綺麗で世界観のあるシネマライクな撮影がねできる、そういった色味で撮影できるっていうのもこのねカメラのねいいところかなというふうに思いますね。であとですね SD カードが使えるっていうのもこの3つと比べてやっぱいいところなんですよね。このオズモポケット3とアクション4はマイクロ SD になるんですね。なのでマイクロ SD になって、そのフォーマットの形式によってファイルが分割されちゃうんですけど、こっちは SD カード大きいのが使えるんですね。それによってこう別にファイルの制限とかもないですし、よりねこう高速でより早く保存したりとか、より早くアップロードしたりとか、そういったことが可能になっているのもこっちのね良さかなというふうに思います。であとはね美肌補正モードとかも搭載していたり、商品紹介モードも搭載していたりとか、あとはね、まあ、マイクのね指向性を変えたりとか、本当にねこう撮影の手助けとなるような要素っていうのがたくさんあったりしますと。あとですね ND フィルターっていうのがこのカメラには入っています。まあ、外での撮影、明るいところの撮影で ND フィルターを内蔵ですることができるので非常に便利ですね。外部的なものを使う必要がないんで、これはねかなり大きなポイントかなと思います。まあ、ただねこれねND8 のものだけなので、まあ、めちゃめちゃいろんなバリエーションで使えるっていうわけではないんで、これはねちょっとねやや物足りなさはあるんですけど、やっぱないよりはね全然いいかなというふうに思います。であとはねやっぱりマイクの拡張性ですね。ここの収のところですね、ここにマイクをいろいろと挿して使うことができるんですよ。まあ、例えばねこういったソニーのね ECM-B10 と呼ばれるね定番のマイクとかもここにこう挿して、こんな感じでねより高音質でね撮影をすることもできたりするし、あとはねこういう風な、他社製のねマイクとかも
こういう風に挿してあげて、でここにねマイクのねこう端子のプラグがあるのでここに挿してあげる。そうすると、よりねまた違った音質で撮れたりするみたいな、なんかこういうマイクの拡張性能っていうのがこの Osmo Pocket 3と Action 4よりも断然ね互換性っていうのは、互換性というか使いやすさっていうのは、分があるかなというふうに思います。であとねちょっとふわっとしてるんですけど撮影体験がいいんですよ ZV-1 は。というのもやっぱちゃんとしたねカメラなんですよね。しっかりとグリップしてちゃんとこう構えて撮影をすることによってこう撮ってるっていう感覚がすごくあります。やっぱこっちとかはもうこういう風にナーナーでねこうなんか記録しているだけになるんですけど、これはちゃんとねしっかりカメラを構えてこう撮ったりとか、ズームしてアングルを切っていったりとか、こういう風にこうどう撮ったらいい感じになるかなとかすごく探っていて楽しいっていうのが、このカメラのね特徴かなという風に思いますね。では最後にねこの ZV-1 Mark II のデメリットはあるのかっていうのを紹介していきたいんですけれども、ちょっとあるんですよ。というのもですね、手ブレ補正ですね。やっぱりこのね2つに比べたら手ブレ補正はね効かないです。こっちが優秀しております。 ZV-1-2 もねアクティブ手ブレ補正っていうのが入ってるんですけど、やっぱりねカメラだなという感じですね。やっぱこうセンサーも大きいので補正しきれないんですよね。なので歩きながらとか撮ってるとやっぱこのね2つよりもちょっと手ブレっていうのは起きてしまうっていうのはもう仕方ないのかなというふうには思いますね。で1個ね僕これ購入して残念だったのがログ撮影めっちゃノイズ乗る。これね知らんかったな。普通にねログ撮影ね楽しもうと思ってねこれ買ったんですけど、まあログ撮影っていうねこういうふうに色をね淡い状態で撮っておいて編集でこんな感じで入れることができるんですよ。でこのログ撮影をしておくことで色の情報光量を増やした撮影ができたりとか、明るいところと暗いところのその階調の表現を豊かにすることができるんですね。なので普通で撮影するよりもより綺麗に撮影ができるっていう風になるんですけど、このカメラでログ撮影をするとノイズがめちゃめちゃ乗るんですよね。これねちょっとねもったいないっていう風に思うんですけれども、ちょっと前のモデルのこうプロセッサーになるのでそれがねやっぱこう聞いてるのかノイズが結構乗るんで、まあ、ログ撮影はねちょっと使い物にならない気がしていますね個人的に。まあ、でもその代わりもうその色編集とかを前提とせずにもうそもそもねクリエイティブルックとかなんかそういったところで綺麗にね高品質な質感で撮ろうよっていうものがこのねカメラのこうコンセプトでもあると思うので、まあ、そこはねちょっと一長一短かなっていうところにはなってくるかなと思います。はい、というわけでですね皆さんいかがだったでしょうか。最後にですね僕の一番のおすすめっていうのをね紹介して終わろうかなというふうに思います。僕がこの3つの中で一番おすすめできるカメラは DJI Osmo Pocket 3ですね。これが一番万能で一番簡単に綺麗に撮れるかなと思います。なんでとりあえず迷ったらこれでいいと思う。ほんまにこんなちっちゃいカメラでこんな画質出るのっていうぐらいのね綺麗さだし、スマホよりもはるかに綺麗なんで、これはね本当にびっくりすると思うんで、これがね、まあ、一番おすすめかなというふうに思います。でちょっと違うその撮影体験、動画をちゃんと撮っていきたい、動画の撮影も練習したいし、ゆくゆくは一眼とかミラーレス一眼とかをちゃんと使っていきたいよっていう方は ZV-1-2 がすごくおすすめかな。まあこれはね本当にちょっとさっき伝え忘れてたんですけど、これをおすすめしたい人としてはやっぱそのステップアップしていきたい方、今後にね、はい、なんでそういった方にこう一眼とかをいつか使ってみたい、これレンズがね交換できないんでコンパクトデジタルカメラっていう分類になるんですけど、こうゆくゆくはねちゃんとしたカメラを使っていきたいという方はこのメニュー設定とかやっぱ自分でこう ISO とかシャッタースピード ISO 感度を変えていくっていうこともできたりするので、いい練習にもなると思うんです。でしかもちゃんと綺麗に撮れるし色情報もめっちゃ綺麗になるから、いろんな基本的なことをしっかりとね知ることもできるカメラでもあると思うんで、そういった方には ZV-1-2 がめちゃめちゃおすすめかな。でこの Osmo Action 4、まあ、これ3なんですけど4がおすすめなのはもう一番安く済ませたい方、そして、撮影が趣味じゃない方ですね。要はその何かも趣味があってそこに撮影をかぶせたい方っていうのが Osmo Action 4が一番おすすめですね。もうツーリング行くのが趣味とか海に入るのが趣味とかダイビングするのが趣味とかスノボが趣味とかいろいろあると思うんですけど、それがあって動画を始めたいっていう方はこっちがおすすめ、そういうふうに僕は、結論をねでつけれるかなというふうに思います。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと今回ね早口になってしまったんですけれども、まあ、正直ねこの3つどれを買ってもね結構幸せにはなれると思うんですけれども、自分がどういったものを撮りたいのかそういったところと見比べて、これらをねちょっと踏まえて検討していただければすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で今回はちょっとミラーレス一眼っていうのを省いていたんですけれども、まあ、もしリクエストとかがあればねちょっとミラーレス一眼で、おすすめのねものっていうのをね紹介していけたらなというふうに思っております。でもね僕がねなんでこのミラーレス一眼っていうものをね入れなかったかっていうと、やっぱね予算10万円であればこういったカメラを使った方が多分満足度高いと思うんですよね。ミラーレス一眼で10万円ぐらいでね買えるものもあるんですけど、そこからボディが必要だったりとかジンバルが必要だったりとかしてしまうん
で、まあ、そうならないために10万円でほんまに済ませたいんだったらこのねところになってくるんじゃないかなっていうので今回ねご紹介をさせていただきました。もしねこの動画が役に立ってるっていう方はねぜひグッドボタンとチャンネル登録の方していただければなというふうに思っております。でアキアミニっていうねチャンネル最近スタートさせました。まあ、こちらもですね面白く、そして有益な情報もね、随時発信していこうかなというふうに思いますのでぜひねこちらも興味の方はぜひ登録していただければなというふうに思っております。そしてこの動画がまたねいつかまた巡り巡ってもう一回見たいなっていう時のためにぜひグッドボタンで保存しておいてください。後から見返すようにしておいていただいてまたね次の他の動画を見てもらえたらなと思っております。ということで皆さん本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。